塩田博明さん君の質疑を行います塩田博明君委員長、えー、公明党の塩田博明でございます、えー、まず物価高騰対策について、えー、お伺いをしたいと思います、えー、もう様々今現場でお伺いいたしますと、えー、物価高騰の波が押し寄せている、まあ、こんな悲鳴も多くの方からお伺いをいたしますまあそういう中で 現場の声を聞けば聞くほど、まあ、その地域にあった課題は異なる、まあ、このように感じています、まあ、そうした中で、えー、やはり政府が今回、まあ、新たにですね、えー、自治体が独自に使える地方創生臨時交付金、まあ、新たに1.2兆円の措置をしていただいたこと、高く評価をさせていただきたいと、このように思います。 今月15日に公明党が総理にも提言を行いまして交付金の積み増しも求めさせていただいたところでございます昨年の交付金自治体によりましてはプレミアム付き商品券の発行や学校給食費の値上がり分の措置またプロパンガス料金上昇分の補助などです、ね、国民の暮らしを守るためにとても 助かったという声もいろんなところからお聞きをしておりますまあそこで岡田大臣にお伺いをしたいと思います、えー、各自治体が一日も早く新たな支援を行えるようにですね交付金の自治体への半分配分金額をできるだけ早く明示していただきたいこのように思いますが岡田大臣いかがでしょうか岡田地方創生担当大臣お答え申し上げます 物価高騰が続く中、生活者や事業者に対し、地域の実情に応じたきめ細かな支援を行う自治体の取り組みを一層強化することは重要であると認識しております。このため、先ほどお話がございましたが、御党のご提言も踏まえまして、22日の物価・賃金・生活総合対策本部において、 電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援、地方交付金に住民税非課税世帯当たり3万円を目安とした支援が可能となるよう、低所得世帯支援枠5000億円を措置し、加えて引き続き、生活者支援や事業者支援として効果的と考えられる推奨事業メニューにご活用いただけるよう7000億円を措置する方針が取りまとめられたところであります。 引き続すでに措置されている分の着実な執行に努めるとともに、今回の追加分についても、できる限り早く事業の検討を開始いただけるよう、予備費の閣議決定後、速やかに各自治体に交付限度額をお示ししていきたいと考えておりまして、しっかり準備を進めてまいります。<上>塩田明さん 今、岡田大臣からできるだけ早くと、迷うお言葉をいただきました、まあ、併せて岡田大臣にお伺いをたいたしたいと思います、まあ。新型コロナウイルスに伴う雇用環境の悪化とか、ですね、うん、えやはり物価高騰の影響で、えー、生活困窮者への支援を行う NPO 法人などへの支援依頼がやはりま増えているんですね。 まあそういう中で、まあ、このため、食事支援や自立支援などに取り組んでいる支援団体のうち、ですね、まあ、財政面の課題から十分に対応できないという、まあ、こういう状況も生まれております。えー、支援団体の多くは、寄付や助成金などに頼っているために、まあ、自治体が独自に使える臨時交付金の好事例の一つとして、ですね、えー、積極的にまあ推奨していただきたいと思います。岡田大臣いかかがでしょうか 岡田地方創生担当大臣お答え申し上げます電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金につきましては、議員ご指摘の生活困窮者の食事支援等を行う NPO 法人などへの支援に活用いただくことも可能であり、実際にそのような事業が行われていると承知をいたしております。 この交付金については、生活者支援や事業者支援として効果的と考えられる推奨事業メニューを国から提示いたしておりますが、その中には、NPO 法人等の団体が主たる担い手となる子ども食堂に対する負担軽減のための支援についても明記しておりまして、この推奨事業メニューについては、すでに22日に改めて自治体に周知をいたしたところであります。 今後、交付限度額を通知するにあたって、この交付金が生活困窮者の食事支援等を行う NPO 法人などへの支援にも活用されるよう、改めて活用可能であることを周知し、自治体からの質問や相談に丁寧に対応しながら取り組みを後押してまいります千たひ明さん。えー、次に、まあ、視覚障害者の情報取得について、まあ、総理にお伺いをしたいと思います。 すべての障害者が障害者の有無によって分け,分け隔てられることのない社会を目指し、まあ、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法がまあ昨年の5月に施行されました。まあ、ところが今も視覚障害者にとって情報の取得や利用には多くの苦労がございます。まあ、内閣府のホームページにはこう書いてあるんですね。視覚障害のある方は必ずしも展示を読めるわけではなく、多くの方は 主に音声や拡大文字によって情報を得ています、まあ、文字情報を音声にする方法は、補助者による代読やパソコンの音声読み上げソフトを用いる方法のほか、文字内容をコード情報、音声コードに変換して、活字文字読み上げ装置を使って音声化する方法がありますと、まあ、その通りでありまして、まあ、自宅に届く郵便物は、補助者による代読か、文字を コード情報に変換してて読み上げ装置やアプリで聞いております個人情報が詰まった自分宛ての郵便物というのは、やはり自分で読みたい、まあ、こういうことでありますが視覚、視覚障害者の手帳を持っている人のうち、展示が読める人は1割なんですね、うん、で他のまあ疾病やまあ高齢化などで、文字を読みづらい人は160万人という報告もあります。 まあそこで資料1のパネルを見ていただきたいと思いますけれども、音声コードというのは、紙媒体に掲載をされた印刷情報をデジタル情報に変える2次元のバーコードなんですね。でこの中に文字情報がまあ記録できます。印刷物に音声コードがついている場合、紙媒体の端に切り欠きと呼ばれる、まあ、半円の穴がついているんですね。 でこのために視覚障害者はそこを指で触れば、音声コードがあるという、まあ、この場所がわかります。まあ、例えば、代表的な例として、まあ、選挙の投票所の入場券、下の方にありますけれども、自治体から届くこうした封書のほとんどに音声コードがついていないために、まあ何の封筒かわからずにってて、誤って捨ててしまうと、まあ、こういうこともあります。 また最近の例では、ワクチン接種券もやはり同じことが言えます。まあ、せめて国や自治体から公的な通知や広報、また年金、医療、各種保険のお知らせ、公共料金の通知などに、音声コードは必須で、もちろん封書の中身にもやはり必要なんですね。まあ、そこで総理、まあ、公的な通知について、この音声コードの普及,普及をまあ早急にですね、 まあ進めるように、関係部署に指示をしていただきたいと思いますけれども、総理、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣。えす,えー、すべての国民が障害の有無によらず、えー、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するためには、この日常生活や社会生活における社会的障壁、これを取り除くことが重要である、このように認識をいたします。 そのために情報の取得や利用の場面においても、視覚障害を含め、さまざまな障害特性に応じた合理的配慮の提供、環境の整備、これが進められることが重要であると考えます。そして委員の方からもご指摘がありましたが、この障害、視覚障害者の情報取得等については、 例えば、あの一部の自治体において、新型コロナワクチンの接種券発送の際に音声コード付きの説明書を同封する、選挙の際の投票所入場券に音声コードを付与するなどの取り組みが行われていると承知をしております。ご指摘も踏まえ、この関係省庁や地方公共団体との連携の下、音声コードの普及をはじめ、 このアク,セアクセシビリティ向上に向けた施策、これを推進していく観点から、こうした先進的な事例、積極的に横展開するように努力をしていきたいと考えましゅうだひろ障害さん。視覚、えー、障,障害者にとってですね、インターネット情報というのはまあ貴重な情報源でありまして、 総務省の調査によりますと、視覚障害者のうち9割を超える人が、市を利用しております。一方で、最近は、省庁や自治体の公式サイトに、音声読み上げ機能がついてはいるんですけれども、非常に使い勝手が悪いというのが実態でありまして、少し専門的ですけれども、省庁をはじめ自治体の公式サイトが、必要な情報にアクセスできるですね。 ウェブアクセシビリティの実数企画と、運用ガイドラインにあったホームページになっているのか、また音声読み上げ機能に適した HTML 文書の構造になっているのかですね、こういうことについて、デジタル庁が先頭に立って検証し、さらに改善に取り組むべきと、このように考えますが、デジタル庁の見解をお伺いいたします、はい、デジタル庁、富安統括官。 ご答弁いたします。誰一人取り残されないデジタル化を進めていくためには、障害者を含めた利用者視点でのサービスデザインを確立し、行政機関等が提供するサービスにおけるユーザビリティやウェブアクセシビリティを改善することは大変重要な課題だと認識しております。行政機関等には各種サービスの検討段階から、こうした多種多様な利用者を想定した対応が求められると考えておりますところ、デジタル庁におきましては、ユーザビリティやウェブアクセシビリティが検証されたデザインのパーツや、 テンプレートを集めたデザインシステムを昨年11月に公表いたしました。で各府省庁との勉強会や自治体の意見交換を通じまして、その普及に努めております。また、実際にその今、先生から使い勝手は悪いというお話がございますけれども、ウェブサイトの検証も必要でございますので、データ庁ではまず、視覚障害者、当事者を含めたウェブアクセルビティの専門人材に入っていただいて、データ庁のウェブサイトのユーザー目線からの検証をいただいて、それで課題を抽出して知見を得ています。 その知見をもとに、昨年12月、初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政官等に向けたアクセシビリティ導入ガイドブックを公開して、実装のための理解の促進を図っているところでございます。今後とも関係省庁と連携しながら、積極的にウェブアクセシビリティの改善に努めてまいりたいと考えております。塩田博明さん、えーまあ、特ににに災災害害害情情報報は命に直結をいたたたしします、まあ、視覚障害者がたとえ、まあ災害情報のページにたどり着けたとしても PDF でハザードマップが使われている場合はですね、実は音声コードがあっても適切に読み取ることができません。まあ、資料2を、パネルを見ていただきたいんですが、ハザードマップのように、まあ、命に関わる情報については、視覚障害者もすぐに情報が得られるように、まあ、自治体に対して音声コード対応のマップ作成や、まあ、例えばですね、北海道の苫小牧市の が導入をしている音声版のハザードマップがあるんですけれども、まあこれのように耳で聞けるハザードマハザードマップの作成を推進すべきであると、まあ、このように考えます。国交大臣の見解を伺いいたします。斉藤国土交通大臣、あの災害時の円滑な避難のために、あのあらゆる人がハザードマップに記載された情報を把握できるようにしておきまして。 一人一人が災害時に取るべき避難行動をあらかじめ確認しておくことが重要です。国土交通省では、視覚障害者を含めてあらゆる人がハザードマップを理解できるよう、有識者や視覚障害者で構成される検討会を設置いたしまして、その在り方について検討を進めてまいりました。この検討を踏まえ、各種災害リスク情報を国土交通省のウェブサイトでまとめて提供している、重ねるハザードマップ。 にあの音声読み上げソフトに対応した文字情報を追加するなど視覚障害者の方々も含めて誰もが理解できるような改善をまあ、今年の出水期を目指して取り組んでいくこととしておりますまあ、以上が国土交通省の取り組みですが市町村に対しましてもハザードマップのユニバーサルデザイン化を促すことであらゆる人の命を災害から守る取り組みを進めてまいりたいと決意しております 塩田博明さん、えー、あとあの、政府がです、ねまあ、全国で進めていただいている、まあ、デジタル推進委員によるスマホ講習について、お伺いをしたいと思います。まあ、この講習会は、まあ、高齢者に限らず、視覚障害者もまあ多くの人が必要としております。視、ま、覚、あ、障害者もまあ対象にしていいたただきたい まあ、教える能力のある視覚障害者に教えてもらった方が理解が早いと、まあ、このように言いますまあ、この新たな発想で、まあ、講師を希望する人は採用していただきたいと思いますけれども、まあ、河野大臣前向きなご検討をお願いいたしたいと思います河野デジタル担当大臣 誰一人取り残されないデジタル社会を実現していくためには、デジタル機器やサービスに不慣れな方々へのきめ細かなサポートが重要でございます。あのこのため、デジタル庁は、国が実施するデジタル機器サービスに不慣れな方をサポートする事業のほか、地方公共自治体やボランティア団体などが実施する取り組みと連携して、すでに2万3000人を超える方々をデジタル推進委員に任命したところでございます。 視覚障害のある方への支援につきましても、厚労省の障害者支援事業や、視聴覚障害者の支援施設において、サポートする方々をデジタル推進委員に任命をしているほか、視覚障害当事者として、障害のある方へのサポートに取り組まれている方々がいらっしゃいます。まだ数名でございますが、 あのぜひ増やしてまいりたいと思っております。あの今後も視覚障害者へのサポートを含め誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向けて積極的に対応してまいりたいと思います。ありがとうございます。塩田博明さん、河野大臣ありがとうございます。どうかよろしくお願いをいたします。ええ、二千二十五年にま聴覚障害者の国際スポーツ大会デフリンピックがま東京で開催をされます。 聴覚に障害のある方がまあ、様々な困難を乗り越えて、スポーツに挑戦をするまあ、労者のまあ、オリンピックと言われております。まあ、世界70から80カ国地域からまあ、選手約3000人の参加が見込まれているそうであります。まあ、このデフリンピック大会がまあ、日本で初開催されることはまあ、国民にとっても極めて大きなですね、まあ。勇気と希望を共有できる大会になるのではないかと思います。 大会の成功に向けた総理の決意をお伺いしたいと思います。岸田内閣総理大臣2025年、夏季デフリンピック競技大会が東京で開催されることは、障害者スポーツ振興の上で大変意義深いと考えます。日本でのデフリンピックの開催、これは初めてであり、大会の開催を契機として、 聴覚障害者の方々が行うスポーツへの理解、環境整備など、共生社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。政府としては、2025年の大会の成功に向けて、大会主催者の全日本ろうあ連盟、あるいは開催都市の東京都とも連携しつつ、必要な支援、協力を行ってまいりたいと考えております。 塩田博明さん。もう一つですね。デフリンピックに参加する世界の選手との交流事業についてお伺いしたいと思います。国内には465の自治体が、まあ州は言語条例を制定しております。海外選手とのまあ総合交流をまあ行ってはどうかとまあこのように考えますけれども、まあ貴重な体験の場にもなると思うんですね。 文科大臣、具体的に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか長岡文部科学大臣、はい。お答え申し上げます。 デフリンピックの開催を契機といたしまして、各国の選手や役員、そして観客の方々と国際的な交流を促進するなど、スポーツを通じた国際交流、協力の推進に向けて取り組んでいくことは大変重要と考えております。 大会の開催に向けましては、大会主催者であります、全日本ローわ連盟と東京都など、関係者で情報共有、そして調整、協議する連絡会議が設けられておりまして、スポーツ庁も参画をしているところでございます。 文部科学省といたしましては、こうした枠組みも活用をして、そしてご指摘のような交流の場の創出についても、十分に検討が行われるように、大会主催者の全日本ろうあ連盟や東京都と,とも連携をして、しっかりと取り組んでまいります塩田博明さん、えー。総理、もう一つお伺いしたいと思います。えー、約100年の歴史を持つ、まあ、デフリンピックでありますけれども 日本での開催は初めてでございます。そのため、認知度が極めて低くてですね、デフリンピックの存在自体はあまり知られておりません。日本財団が2021年に行った調査では、パラリンピックの認知度は97.9%、で非常に高いんですけれども、その一方でデフリンピックは16.3%でございます。 デフリンピック大会成功に向けたまあ気運醸成にはどうしてもですね、認知度アップが最大の課題であるとこう考えております。あらゆる機会を通じて、まあ例えばグッズなんかも含めて、広報とか普及啓発に取り組んでいただきたいとまあこのように思いますが、総理の決意をお伺いいたします。平内閣総理大臣。2025年東京デフリンピック大会の成功のためには。 あのご指摘のように広報あるいは普及啓発活動等によってこの国内の多くの方々に大会を知っていただくことをはじめ機運醸成を図っていくこと重要であると考えています現在大会主催者のまあ全日本ローア連盟と東京都を中心に具体的な運営体制や広報普及啓発などを。 醸成の取り組みを含めた大会計画について、調整が進められている状況と承知しておりますが、まあ、政府としては、大会の成功に向けて、大会主催者の全日本ローア連盟や、開催都市の東京都と連携しつつ、広報や普及啓発を含めて、必要な支援、そして協力、これを行ってまいりたいと考えております塩田博明さん。はい 委員長、ありがとうございますああの。総理、大変にありがとうございます。そしてですね、えー、っと次に、えーま、ドクターヘリについてお伺いをしたいと思います、えーま。救急医療の取り組み強化についてでございますけれども、ま、ドクターヘリは現在、ま、全国56期体制、57期目も、ま、目前でございますま。こうしたドクターヘリの基地病院は まあ高度な救命救急体制を備えているために、まあドクター・ヘリとドクター・カーを同時運行するまあ病院というのも非常に増えております。まあそこでドクター・カーの導入支援について伺います。まあ国による三分の一の購入費補助があることはまあ私も承知しておりますけれども、まあ病院の負担が大きくあまり使われていないんですね。一方で国の支援制度を知らない病院も多く、まあドクター・カーの導入に。 財団からの寄付やクラウンドファンンディングに頼っていいる事例もございますドクターカー導入にさらに購入、運行支援の充実が不可欠であると、このように思いますが、厚労大臣の見解をお伺いいたします加藤厚生労働大臣。ドクターカーについては、地域の実情に応じて有効に活用していただくため、救命救急センターが車両の購入、 運転手の確保等に要する費用については、今、委員御指摘のように、財政支援を実施をさせていただいているところでありますが、まずはそうした制度があることをしっかり周知を図っていきたいと思っております。また、今年度からです、ドクターカーの運用事例等に関する調査研究事業を開始をいたしました。将来の運用改善に向けた調査を行い、またこの結果を踏まえて、出動基準の設定、ドクターヘリとの連携、 など、ドクターカーの効率的、効果的な運用に関するガイドラインを来年度早々に公表したいと思っておりますさらに来年度においても必要な追加調査を行い、このガイドラインを適宜改善していくつもりでございます。さらに令和6年度から第8次医療計画がスタートする、その作成指針において、各都道府県に対し、ガイドラインを参考にしながら、ドクターカーを救急医療提供体制の一部として、 より効果的に活用することを促すこととしております、まあ、こうした取り組みを行い、まあ、ドクターカーをはじめ救急医療体制の充実に取り組むつもりでございます塩田博明さんありがとうございます、まあ、時間になりましたので以上で終わりますありがとうございます